今週もやってきました。自宅でできる実験コーナー。はい。3回目です。今回紹介する実験は、指紋の検出。これ鑑識に回しといて。必要なものは瞬間接着剤、ティッシュペーパー、そしてプラコップだよ。瞬間接着剤は成分にシアノアクリレートを含んでいるものを使ってください。やり方は簡単。コップの内側に指紋をつけます。ティッシュを湿らせて丸めます。その上に接着剤を10滴ほど垂らします。コップをかぶせます。あとは数分待つだけ。そうすると指紋が浮かび上がってくるよ。すごい、なんか本当に鑑識みたいだね。本当も何も、これは実際に指紋の検出に使われているシアノ法という方法で、1978年に日本で開発された指紋検出法だよ。シアノアクリレート系の化合物は指紋に触れると、指紋の水分由来の水酸基イオンなどと反応して重合し、ポリマーとして固体化することで、指紋の形が浮かび上がるというものだよ。実は日本初の技術なんだね。そしてもうお気づきの通り、このシアノアクリレート類は瞬間接着剤の主成分としても使われているよ。原理は同じで、空気中の水分との反応でシアノアクリレートが強固なポリマーになることで、物同士を接着しているよ。でも今回の実験では指紋と接着剤は直接触れてないよね。なのになんでコップの指紋が浮き出るの？それは接着剤中のシアノアクリレートの一部が気化しているからだよ。とはいえ室温では揮発量はそんなに多くないから。この実験ではティッシュを湿らせてそこでシアノアクリレートと水の反応を起こして、それで発生する反応熱でシアノアクリレートの気化を促進しているよ。なんとなく濡れティッシュを使ったわけじゃないんだね。実際の鑑識ではシアノアクリレートをホットプレートなどで直に加熱して、揮発するアクリレートの量を増やしたりするらしいよ。鑑識気分が味わえるこの実験、ぜひやってみてください。やってみてください。なんか接着剤使わなくても割と指紋くっきり見えるんだけど。